が洗礼とやったらしかった。いやー、きつかった。波がバッサバサ。ここが竹富島か。ご視聴ありがとうございます。旅する着物男子バゴシンです。この旅行動画にコメント高評価チャンネル登録お願いします。石垣島編第1話なんですけれども、現在地石垣島です。前の作品でバイクをお返しして、いよいよ竹富島行きます。それでこちらのホテル開放石垣島さんに戻ってきました。2泊してますから、バタバタでなかなかお部屋の様子を映すことはできませんでしたが、ゆっくりご覧いただこうと思っています。それから竹富島までのレジャーを楽しんでいただこうと思いますので、ぜひ最後まで見てください。とりあえず疲れました。ホテルに帰ります。昨日から泊まっているお部屋に戻ってきました。じゃあ鍵開けます。で、こう押し込んでやると、あー、やっぱりホッとしますね、この空間。というわけで、見てください、このお部屋の広さ。このお部屋の広さに本当びっくりしました。それからこんな立派な鏡もついてますし、ちょっと使用感があるんですけれども、こちらがシャワールーム兼おトイレになってます。これで一泊素泊まり5100円です。2日間の利用ですから1万200円です。楽天トラベルのサイトで予約をしました。石垣島初めて旅行する方におすすめしたい理由が2つほどあります。この辺りに僕がホテル滞在中に撮った写真を出させていただいているので、それを見ながらご説明させていただきます。ホテル開放石垣島さん、2階に男性用のお風呂がありまして、4階は女性用のお風呂場があります。時間の方が夕方は午後4時から午後11時まで利用できます。あとフロントの方から聞いてびっくりしたことが、通常のビジネスホテルさんだと洗濯機ですとか乾燥機は有料なんですけど、このホテル開放石垣島さんでは無料です。何回使っても大丈夫なんだそうです。必要なのは洗剤だけ、洗剤だけはご自身でお求めくださいと、そういうお話を受けました。で、あともう一つ追加情報、朝食なんですけれども、ちょっと厳しいんじゃないかなと思ったんですけれども、フロントの方に明日朝食いただけますかというお話をさせていただいて OK もらえちゃったんです。1000円をお支払いして、この朝食券と引き換えで美味しい朝食をいただいています。ここが朝食会場です。どんな感じなのか一通り見ていただきました。で、名残惜しいんですけど、明日で最終日です。今回2泊3日の予定しか組めなかったので、とにかくやることを絞り込んでいます。あとは悔いを残さないように撮影をしていこうと思います。2階の男性用のお風呂場でしっかりお湯に浸かってご飯も食べて、あとはしっかり休息を取るだけになりました。明日の竹富島行きのフェリー8時半に出発なので、遡って8時10分には伊東フェリーターミナルにはなけてはいけませんので、そろそろ寝ます。今日一日頑張った皆さん、お疲れ様でした。おやすみなさい。おはようございます。石垣島編滞在3日目の朝を迎えました。本日は竹富島へ向かいます。2日間お世話になったこちらのお部屋との別れが名残惜しいんですけれども、ぼちぼちチェックアウトをして、あと10分後にタクシーが来ます。フェリーターミナルの方まで案内していただけるようにお願いしていますので、今から向かいます。
うやらもうタクシーが待ち構えてたみたいです。乗らなくては。タクシーで今伊東ターミナルに着いたところで、まあまだ時間は1時間以上ありますね。朝の7時でしょうか。早速中に入って、余裕を持って乗船できるようにしたいと思います。フェリーターミナル入って左側、あちらが八重山観光フェリーさんの乗船券売り場です。今回お世話になるのは八重山観光フェリーさんです。ちょっといろいろ聞いてみましょう。乗船券購入することができました。2023年の1月にネット予約していたんですが、2月から燃料代が高騰した影響で値段が変わってます。もし予約なしだった場合は確か1520円ということで案内を受けたんですけれども、今回ネット予約をしていたので往復で1460円でこちらの乗船券2枚ですね、往復分購入することができました。あともう一つ券売所の方から教えていただいたんですけれども、希望した乗船時刻じゃなくても船に乗ることは可能らしいです。これはかなり有益な情報なんじゃないでしょうか。覚えておいて損はないと思います。僕もそのおかげで今回勉強させてもらいました。さあ竹富島行きましょう。そろそろフェリー乗りましょうか。3番乗り場って聞いたんですよ。乗り場かな。あ、34こっちですね。あ、本当だ。ここが八重山観光さんのフェリー乗り場。3番乗り場こっちですから、このまま進みます。乗れるといいな。どうやらこちらの船のようです。このフェリーに乗って竹富島行きますよ。イエイ、レッツ乗船。あー、フェリーだ。フェリーに乗れる。あー、南の島の海じゃ。この場所波しぶきがかかりやすいから気をつけてという案内があったんですが、気をつけられる範囲で気をつけようと思います。あちらからもフェリーが出航したみたいですね。竹富島楽しみだな。伊東ターミナルがどんどん離れていきます。どんどん遠ざかっていく。微妙ですけど、もうすぐ到着です。
って富島か。竹富島の桟橋に着きました。竹富島上陸したっす。これ言い方悪いですけど、地獄のような時間がエンドレスに続くのかと一瞬恐怖を覚えましたよ。帰りの時は店内を使おうと思います。あー怖かった。波しぶきをだいぶかぶったんで着物濡れてしまった。多分あそこが竹富島のフェリーターミナルなのかな。わからないけどそこで待ちます。帰ったら絶対洗濯必要だね。この建物の中に一回逃げ込みます。やっぱここフェリーターミナルでした。待合室入ってみて分かったことなんですが、遠くに石垣島が見えるんですよ。こういうことはやっぱり現地に来てみないと分からないことですよね。竹富島っていうのを注意事項を勉強しました。島内で自分が出したゴミは持ち帰りが必要です。都会のように出せばすぐ回収してくれるってそういう感じではないので持ち帰りが必要みたいです。あと入島料として300円が発生するみたいです。これが入島料の券売機みたいです。これが300円の入島券です。すぐ近くに案内所みたいなのがあったんで聞いていきます。この入島券必ずしも買わなきゃいけないものじゃ、またバカやった。でもこの入島券があることでいろいろ割引してくれたり記念品渡してくれたりとかあるみたいですよ。覚えといて損はないと思います。まあ、さっきの竹富島駅のフェリーの中での洗礼といい、この入島券といい、勉強になりましたね。というわけで竹富島散策始めます。ご覧の通り、西表石垣国立公園竹富島ということで看板も立っています。こっから先はゆっくり島内を散策しながら水牛にも乗ってみて、あと近藤井浜にも行ってみて、時間が止まったような散策をこの竹富島でやってみたいと思います。これが船屋跡なんでしょうね。竹富島湯河俯瞰ということで竹富島のビジターセンター、その建物はこちらなんですが、諸事情により今は休館中のようですね。ここをまっすぐ上がっていくと集落があると思うんですが、それにしてもやっぱり違うな。本土とは違う雰囲気がありますね。参考にはなると思うんで、これも撮っておきましょう。竹富島の観光案内マップです。現在地はここ。そして、こう行くと、3番目。ここはですね、あさとや福山という竹富島に絶世の美女が実在したそうなんですけど、彼女の生まれた家がこの建物なんだそうです。ここにはぜひ行ってみたいですね。それから、ここ、近藤井浜。写真で言うと近藤井浜、これです。さあ、また散策を再開したいと思います。さて、この島では一体どんな体験ができるやら。ちょっとテンション低いのはたった15分なんですけど、石垣から竹富までフェリーに揺られてここまで来たじゃないですか。その時の荒波の波しぶきをもろに食らって衝撃が強すぎた、そういう部分ありますよね。歩いているうちにかぶった波しぶきも多分乾いてくれると思うから。3年ぐらい前、僕がとある旅行関係の試験勉強をしていた時に初めて竹富島の魅力に惹かれていつか行ってみたいと思ったのが最初でしたね。それから3年経って見るわけです。やっぱり南の島は
直生している木々が違いますね。天気が良かったらもっと良かったな。ヤギいますよ。まるで竹富島へようこそって言ってくれてるみたいですよね。一つ大事な情報を。竹富島観光でやってみたいことの一つに、水牛車による島巡り、二つそれを体験できる会社さんあるんです。一つは新田観光さん、もう一つは竹富観光センターさん。この映像を撮っている2023年2月16日木曜日なんですけれども、新田観光さんですね、諸事情によりお休みされてまして、実際に水牛車での島巡り体験させていただけるのは竹富観光センターさんだけなんです。新田観光さんの場合、ホームページ見た限りでは水牛車2000円で利用できるんですが、竹富観光センターさんの場合は2500円かかります。どうかその点を覚えていただけると竹富島観光大いに役に立つんじゃないかなって思います。ということで集落見えてきました。小中学校近藤井浜、こっちですね。フェリーターミナルからどのぐらい歩いたでしょうか。ようやく集落に到着しました。さて、民謡あさとやゆんたのモデルになった女性のあさとや福山の成果、一体どのぐらいでたどり着けるでしょうか。坂上がってきて息切れてますが、4時頃には石垣島に戻りたいんで、それのまでは竹富島観光ゆっくり楽しみます。とはいえ観光地であるとは言っても、ここも人が暮らしてらっしゃる場所なんで、そこは履き違えないようにしながらやっていこうと思います。というかどこだろう、もしかして近藤井浜の方に向かってるのかな。近藤井浜の方に向かっていったとしてもまあいいんだけど、石の積み方がやっぱ独特ですよね。あ、郵便局ありました。和みの塔がこちらです。アイアル浜というのがこっちです。この向きに行くと近藤井浜だというので、和みの塔行ってみましょう。確か和みの塔に行くと集落全体を見渡すことができたはずなので、ヤシの木がいっぱい立ってるから南の島に来た実感が湧きます。あ、ここは飲食店さんなんでしょうか。ここなんですけどね、お食事どころカニフさん、もし OK が出るんだったら後で立ち寄って食べていきましょう。さてと、一体和みの塔ってどこなんだ。もう一回マップアプリで調べないとダメですねこれ。やっぱりこの方角で合ってました。なんか慰霊碑みたいなのがありますね。僕がずっと憧れて歩いてみたかった光景がここにあります。ここ今準備中ですけど、山盛り食堂さん結構いい値段でお料理出してますよ。後で食べに行こうかな。やっと竹富島来たなっていう実感が湧いてきました。こういう休憩所的な場所も雰囲気あっていいじゃないですか。こういうところで時間を忘れてしばらく過ごしたい気分になりますよ。雨さえ降らなければ。ほんと今回の旅って雨とか曇りが多すぎてちょっと残念。あ、それでだんだん土の感触が柔らかくなってきたんですよ。ふわふわした感じ、砂地を含んでるからかな、そんな気はしますね。特にこの辺り。和みの塔、これでした。ちょっと上がってみます。
ここが和みのとこで待ってました。しかし、ちょっと気になることが、雨です。雨が近づいているようです。昨日晴れ間見えると思ったのに、まさか今度は雨になるとは。それで、この和みの塔、建てられたのは1953年ですから、今からだいたい80年ぐらい前でしょうか。多少の修繕は加わっているとはいえ、それだけの歴史あるものがここにあるというのは感慨深いものがありますよね。向かい側に見えるのが赤山展望台だそうです。集落全体がここから綺麗に一望できるんですよ。じゃあ、雨が降らないことを願いつつ散策を続けます。次回の石垣島編第6話は水牛車による島内巡りを配信いたします。どうぞお楽しみに。最後までご視聴ありがとうございました。